栄養像的な日々の世界をスタートします。庭にメダカ用のビオトープを作りますシリーズとしてですね、3番目としてついにですね、メダカ池がですね、設置が本日完了するということでスタートしていきたいと思います。まずこちらにですね、これだけの穴を掘ることができました。で、できるだけですね、下を水平にちょっとこうしてます。ちょっと少しですね、多分これでスコップとかでしてですね、ここにちょっと池、メダカの名ごみ池を設置しますから、ここをですね、できるだけちょっと平たにして、これくらいだったら大丈夫と思います。こちらにですね、この名ごみ池をですね、こちらにちょっとこう置きたいと思います。これは軽いですからね、位置としてはですね、このくらいになります。それとですね、ちょっとこの水平器でですね、できるだけ水平にしたいと思いますので、分かりました。一応この状態ですね、ギリギリ水平になってます。するとあとこの辺もですね、ほぼですね、少しこっちかな、あとここをして、はい、これでですね、ほぼこの名護見池をですね、設定したところが水泳になってますから、これにですね、水をですね、溜めて、溜めて4、5日はですね、水道の水を溜めて状況を見たいと思います。そういうことでやっとですね、ここまで仕上がりました。それとこのですね、メダカの池の名称をですね、奴隷に池ということで命名することにいたしました。だから今度からはですね、ここはですね、奴隷に池ということで紹介していきたいと思います。今日が3シリーズ3だったんですけど、今回4でですね、メダカをですね、こちらに動かす、移動してですね、終了ということになります。それと時間がかかりましたけどですね、これでですね、それと周りにはですね、植物とかをちょっと植えましてですね、穴も開いてますから、このように植物とかを植えてですね、池の雰囲気を作りたいと思います。それを作るにはもうちょっと時間がかかりますからですね、先でですね、その雰囲気をまた投稿させていただきます。そういうことで今日はですね、もうほとんど説明だけになりましたけど、次はですね、ここの中にメダカを入れてですね、ところまでで、もう終わりたいと思います。そういうことで最後まで見ていただきましてありがとうございました。これで終わります。ありがとうございます。